織田政権は、安土桃山時代の日本の武家政権。織田信長が政権を獲得していた1573年、あるいは1568年から1585年まで成立していた。信長がその生涯をかけて築いた政治権力は、研究上、一般に織田政権という用語で表される。この政権という用語が使われる背景には、 信長の権力が従来の戦国大名権力とは異質な面を持ち近世の統一権力の先駆けとなったという考え方がある。歴史学者の浅尾直弘は戦国大名権力との相違点を強調して信長政権という用語を使用しており、脇田治も一定の限界を指摘しつつも統一政権の先駆けとなった面を評価して織田政権という用語を使用している。 他方で2000年には立花京子が信長の個性を重視するとともに勝者の立場を前提とする統一政権という言葉を避けるべきという観点から織田政権ではなく信長権力と表現している。2010年の戦国主研究会開催のシンポジウムでは織田権力という呼称が使われたがこれは信長の権力と従来の戦国大名権力との 共通点を強調するという意味で用いられている。その他、藤田達夫は、信長の権力のあり方について、信長の実質的な将軍就任があったとみて、安土幕府と位置づけている。このように、信長の権力の捉え方の多様化に伴い、様々な故障が使用されている。平井上さんによれば、これらは観点の違いによるものであり、いずれかの故障が適切だというものではない。 以降、便宜上、小田政権という故障を使用することとする。政権の段階規定には、評価により主事はあるが、三木誠一郎は、小田政権を次の三期に分けて分類している。第一期、1568年9月までの、農美平野を基盤とする、地方政権の段階。第二期、百七十三年七月の将軍、足利義明追放までの室町幕府の、 将軍権威を利用していた段階。第3期、1582年6月の本能寺の変で、信長が自害するまでの朝廷権威を利用していた段階。織田信長永禄3年5月に、織田信長は、今川義元を桶狭間の戦いで破り、8年後の禄十1年に、美濃を支配下に置くと、前将軍、足利義輝の弟、義明を奉じて上落し、 それまで京都で政権を確立していた三好政権の構成員を追放、あるいは屈服させることに成功した。これにより、信長は足利義明を室町幕府の第十五代将軍に擁立し、自らはその後権人として政権を確立した。その後、織田信長は伊勢の北畠武峡、河内の三吉義継、山戸の松永久秀ら、機内における、 初代名を支配下に置き、機内に一大勢力圏を築くに至った。A62 年1月、信長が義明の行動を制限する、伝中を起きを成立させると、両者の対立が顕在化し始めた。ただし、信長が伝中を起きを出した意図については、信長により義明の傀儡化であるとする従来の通説に対する批判が出され、近年では、 幕府権力の立て直しを意図したものであったと考えられている。信長は元気元年6月の姉川の戦いなどで各地の敵対勢力を下していった。一方、元気3年12月、武田信玄の正常作戦による三方ヶ原の戦いにおいて信長の同盟者である徳川家康は敗退する。この状況を見た義明は、 信玄の上落と信長の没落の可能性を考えて、信長を切って信玄と結ぶことで政権の維持を図ろうとした。これによって、従来は信長だけでなく、彼が擁立する義明に対抗するために結ばれていた、ちょい、信長包囲網は義明を要して、信長に対峙する者に変わることになる。元気4年4月に、武田信玄は病死し、武田軍は海に引き上げた。 これによって信長包囲網はほぼ崩壊した。その後、信長は上落し、一時的な和睦を経て、将軍、足利義明を河内に追放した。これにより、室町幕府は事実上消滅し、機内に織田政権が確立したのである。その後、信長は、浅井長政、浅倉義景、三好義吉ら敵対勢力を滅ぼし、機内周辺を勢力圏に収めた。 天正2年に伊勢の長島一向一揆を鎮圧した織田信長は天正3年5月25日の長島の戦いにおいて徳川家康と共に海国の武田勝頼を破った。さらに8月に越前、加賀で一向衆とを鎮圧し、同地を支配下に置くに至った。織田信忠天正10年、織田氏の勢力は紀内金国から東は後進から 関東の上野にかけて、西は、山陽道の備中、南海道の淡路、四国の一部にかけてという強大な勢力に、伸長していた。キーに関しては、直接的な勢力こそ浸透していなかったが、天正8年に、石山戦争が終結した後、鈴木孫一と、土橋若太夫が、仲間割れして分裂し、信長は、野々村正重を派遣して、鈴木側に肩入れし、 天正10年1月23日には、信長後期の記述によると、孫市が信長の承諾を得て、土橋を暴殺し、信長の勢力を背景にした鈴木氏の勢力が拡大していた。越後では、上杉謙信が天正4年に石山本願寺と講和して、織田信長との同盟を破棄し、天正5年9月に織田軍を手っ取り川の戦いで破るなどした。しかし、 上杉謙信が、天正6年3月に死去すると、謙信シン用紙の上杉景勝、影虎間トラで家督をめぐるお盾ての乱が発生すると、越後へ出兵した、武田勝頼は、継承、影虎トラの和睦を調停するが、勝頼の撤兵中に乱が再発し、継承が乱を、制したため、これにより武田氏と、後法上士官の交渉同盟が破綻し、勝頼は、 継承との同盟を強化し、光悦同盟を締結した。天正8年3月には、北条宇治政が信長に従属を申し入れ、勝よりも、信長との和睦を試みるが、信長はこれを退けている。天正10年3月、小田、徳川連合軍による、武田両信公により勝よりは滅亡し、上杉影勝は、北陸と品の上野から小田方に圧迫される。 さらに、継承は、越後北部からも小田方に願った柴田重医への反乱を受けて、危機的状況にあった。西国では、備前の浮北氏を事実上従属させた、橋場秀吉が、中国路の備中にまで進軍していた。四国でも、阿波と佐抜に大きな影響力を持つ三好氏の一族である、三好康永を、天正9年1月に、四国に都会させ、在国して、 長我壁氏に抵抗していた三好一族を急合させて、阿波東部と佐抜に勢力を伸長させ、さらに三男の織田信隆を総大将とした軍勢を四国に都会させようとしていた。九州の大友氏とは天正七年に、信長が大友義宗の簡易助任を創生したことから吉見を結んでおり、またこの前例に耳川の戦いで島津軍に敗れて窮地に立たされていた。 大友総林から島津義久との和睦仲会も依頼されており、その関係から島津氏ともすでに吉見を通じていた。伊達氏など欧州の諸大名も信長に名馬や高を献上するなどして、信長に官位助人の創生の依頼など吉見を積極的に求めており、この頃の信長の異例は全国規模に及ぶようになっていた。だが、天正10年6月2日、 信長は、家臣の明智光秀の謀反により、京都本能寺で自害する。この時、着難で、織田政権の後継者だった、織田信忠も二条城で自陣した。三法師その後、織田家の宿老である、橋場秀吉、庭長秀、池田恒興、柴田勝家は会談を行い、織田氏の家督は三歳になる信長の着孫、三法師が継ぐことになり、 安土城の修復まで、織田信孝の元に滞在することとなり、信孝の身の領有、織田信夫の終わり領有などが決定した。これを、橋場秀吉、柴田勝家、庭長秀、池田恒夫の与え心が合議により補佐することで、織田政権の運営を行うことが決定した。本能寺の変後、北条氏は、織田政権から離反し、織田領国に侵攻した。徳川家康は、 小田政権からの許可を得て、北条氏の討伐戦を行った。家康はさらに上方へ、援軍の派遣を要請したが、信尾派と信高派の対立が起き、援軍の派遣は中止され、その後、信尾、信高双方からは僕の勧告があり、北条氏と徳川氏は停戦した。清須会議後、信尾と信鷹の間で対立が起きた。天正十年十一月、信尾派の秀吉は、 大徳寺で、橋場秀勝を模試として、織田信長の葬儀を行った。秀吉は、柴田勝家が、両国の越前に帰国し、雪で動けなくなった時期を狙い、安土城修復後も信鷹が三宝士を岐阜に止めたことを明文に、信鷹を攻撃。三宝士聖人までの間の織田家家督代行を、織田信夫に委ねることを認めさせた。さらに、静ヶ岳の戦いで、 柴田勝家を倒し、秀吉の権力が強化されていった。加徳代行となった織田信夫が安土城に入り城下に法令を施行し、前田玄威を京都諸市代に任用するなど、織田政権を動かし天下人と認識されるまでになった。この織田家加徳代行の織田信夫と、橋場秀吉が対立。徳川家康と組んだ信夫は、小牧。 長くての戦いで勝利するが、戦闘を継続できずには僕し、織田政権は実質的に秀吉の傀儡政権となった。その後、秀吉が関白になり、織田政権を吸収して豊臣政権を受立した。豊臣政権では、織田信を織田秀信が領土、官位等で優遇を受けたが一大名に転落した。A61 年。 足利義明 A62 年 A63 年、元気元年兼明元気2年元気3年、武田信玄元気4年、天正元年、村井貞勝大木町天皇天正2年天正3年、別所長寺天正4年天正5年天正6年、織田信夫天正7年、明智光秀天正8年天正9年天正10年、武田勝頼天正11年信長は、 終わり統一時代から自らに権力を集中する体制を築いていた。信長の下に、連習過労衆、馬回り衆、利領衆、近親衆、武将衆といった具合である。これらのうち、近親衆と馬回り衆は信長から見出された人材が就任するケースが大半で、終わり時代にこの地位にあった原田直政、橋場秀吉、庭長秀、 滝川一馬すらはいずれも大名に出世している。武将集では、普代と戸様に分かれており、普代に、柴田勝家、佐久間信盛森吉成らが、戸様には、西見の三人衆や、佐治亀京、水野信元らがおり、信長は、戸様統制の一環として、婚姻策を用いている。この体制は、美野に進出すると組織が、肥大化し、また美野支配とともに、 優秀な人材が増加したため、馬回り衆とは別に、故障衆も組織化され、この組織には、着難以外の男子、すなわち前田敏家、沢木義行、万見守元らが所属した。彼らは、信長の側近として、県政を振るう一方、取り次ぎや側近としての役割を果たし、年齢が長じては、大名などのエリートコースも約束されていた。信長が上落を果たし、 機内を支配下に置いて、政権の体制をなすと、旧政権の三好政権や室町幕府からの人材として、明智光秀、松永久秀、荒木村重、細川藤からが加わり、またそれによって、さらに組織が肥大化し、特に信長の権力が強大化したため、信長の利領衆、近親衆だけでも、有筆、同胞衆、武行衆、奉公衆に分かれることになった。 信長が弱子、信忠に家督を譲ると、織田家の当主となった信忠には、信長とは別の組織が付属され、家老衆に川尻秀隆、側近衆に前田玄依らが付属されている。信長が天下人として、統一事業を推し進めた政権の過程には、室町幕府の滅亡と、戦国時代の終結という時代の活気があり、強力な中央政権の基礎を築き、後、 豊臣政権や豊臣政権を解体しつつ継承した徳川家康による江戸幕府に継承されていった点でも日本史における近世の創始と通俗的には位置づけられている。また多くの歴史家たちも食法政権を戦国大名の歴史的な到達形態、室町後期以来の少量種の結合の必然的な結論と位置づけている。黒田元木によれば こうした評価が、小田政権、豊臣政権に対する一般的な評価であると指摘している。その上で、この評価は結果論から必然性を探る典型的な予定調和論である指摘している。今谷明も、日本の近代化にはいくつもの可能性がある複数のコースがあったと反論している。2010年代の歴史学では、本能寺の変を少なくとも 天正11年の6月までは、織田体制として政権は機能していたとされている。ありがとうございます。